これから2022年度奨学金ガイダンスの内容を配信します。取り寄せていただいた資料をすべて手元に置き、2022年度一時採用奨学金ガイダンス奨学金制度の紹介の2ページを開いて視聴してください。まず、本学の学生が受けられる奨学金について説明します。奨学金には大きく2種類あり、 学外の団体などが実施する奨学金と一つ目の動画で説明のあった日本学生支援機構 JASSO の奨学金があります学外の団体などが実施する奨学金制度については家計や学力基準だけでなく出身地や将来志望する職業学生の境遇などによって応募できるものがあります基本的に4月から5月に集中して募集があります 希望される方は定期的にチェックをお願いします次に、日本学生支援機構・ JASSO の奨学金です。大学院生を対象とした奨学金は3種類あり、第一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額対応奨学金というものになります。今回のガイダンスでは、奨学金の内容や申し込み方法について主に説明します。 まず、第一種奨学金と第二種奨学金について説明します。こちらは、毎月定額が振り込まれる対応奨学金で、第一種は利息なし、第二種は利息ありとなります。対応される期間は、就業年限まで、最長2年です。留年した場合、同一学年期間は対応不可となります。対応された奨学金は、卒業後必ず返還する義務があり、 返還を怠ると、クレジットカードの利用が制限されたり、住宅ローンが組めなくなったりする場合があります。募集時期は、基本的に4月と10月の2回のみですが、家計が急変した場合は、随時受け付けています。継続方法は、年に1回、奨学金継続願いを提出する必要があります。手続きを怠ったり、学業成績に不審があったりすると、 奨学金が停止になる場合があります。次に、入学時特別増額対応奨学金について説明します。これは、新入生と編入学生のみが利用可能なものになります。入学時の諸費用の負担を補うことを目的とした対応型の奨学金で、利息付きです。これも、卒業後に必ず返還する必要があります。返還義務はあり、 対応される時期は、入学時1回のみです。申し込みができるのも入学した時のみになります。募集時期は、入学した時で、第1種・第2種奨学金と同時に申し込みしていただく必要があります。第1種・第2種奨学金は借りず、入学時特別増額対応奨学金のみを借りることはできませんので、ご注意ください。第1種・第2種奨学金 入学時特別増額対応奨学金に採用されるための家計基準と学力基準、対応できる金額に関しては、紫の冊子の9ページから10ページをご参照ください。採用基準は第1種より第2種の方が緩やかになります。第1種奨学金のみ、特に優れた業績による返還免除という制度があります。これは 在学中に特に優れた業績を挙げたものとして JASSO に認定された場合奨学金の返還が全額または半額免除される制度です2種は対象外となりますのでご注意ください保証制度返還方式については JASSO の動画で説明がありましたので割愛します次に申し込みに関する注意事項です 3ページを開いてください。JASSO 奨学金は、学生個人に奨学金を給付、貸与する制度です。本人が責任持って制度を理解し、手続きを行ってください。定期採用の募集は、基本的に4月と10月の2回のみです。必ず採用されるとは限りませんが、希望する場合は確実に申し込んでください。書類は、すべてに目を通し、 奨学金の制度等を折り返し納得の上で申し込んでください今回お申し込みいただく奨学金は必ず返還する必要があるものとなりますインターネットから利用できる奨学金対応返還シミュレーション簡易シミュレーションを利用し必ず返還計画を立ててから申し込みをしてくださいスカラネット入力した書き用紙は インターネットでスカラネットに入力した後に提出してください。本学では配布した奨学金制度の紹介の書類にユーザー ID ・パスワードを掲載していますのでスカラネット入力した書き用紙の返却はいたしません。またスカラネット入力した書き用紙10ページ J ・あなたの研究情報 K ・計家庭事情情報についてはできる限り詳しく入力してください。 内容が不足していると判断した場合、再提出を求める場合があります。提出期日を過ぎた場合は、一切受付ができません。提出しても、書類に不備がある場合、選考スケジュールの都合上、選考の対象とすることができない場合があります。特に、提出の締め切り最終日には、大変混雑します。十分な余裕を持って申し込みしてください。 申し込み内容や提出書類について確認の電話やメールをすることがあります奨学金の書類は正式なものですので訂正に修正テープなどを使うことができません訂正印が必要になるので必ず主肉で押印できる本人の印鑑を使ってください窓口に直接書類を提出する際もその場で修正できるよう印鑑を持参してください 奨学金に関する今後の連絡は、在学・生・専用サイト・メール・郵送で行います。注意して確認してください。採用された場合、各種書類を提出していただく必要があります。必要書類の内容・提出期限については採用後にお知らせいたしますので、必ず手続きをしてください。次に、奨学金の申し込み手続きの流れを説明します。 4ページを開いいてくださいまずは書類がきちんと揃っているかどうかを確認しましょう今お手元で見ていただいている大学院生向け奨学金制度の紹介の冊子提出書類確認表紫の対応奨学金案内の冊子この冊子の末尾に確認書件個人情報の取り扱いに関する同意書が掲載されているほか中ほどに「 スカラネット入力した書き用紙が挟み込まれています。また、スカラネット入力した書き用紙には、収入計算書という書類が挟み込まれています。次に、申請の準備をします。申し込みには、いろいろなパターンがあるので、まずは、紫の案内冊子の23ページをご覧いただき、選択事項を決めておいてください。選択事項が決まったら、 確認書兼個人情報の取り扱いに関する同意書を作成してください。これは本人が直筆で書いてください。また印鑑はシャチハタではなく主肉を使った印鑑で押してください。次に各種提出書類を作成取得します。準備が必要な書類の種類は提出書類確認表で確認してください。次に スカラネット下書き用紙に必要事項を記入します次にご自宅のパソコンなどからスカラネットという JASSO のウェブサイトで申し込みをしていただきますこちらはスカラネット下書き用紙に事前に書いておいた内容を入力していただくウェブサイトになりますスカラネットの URL とログイン用の ID パスワードは 今見ていただいている奨学金案内の4ページに記載していますのでこちらを使用してください。こちらのサイトでは1つの画面を表示している時間が30分を超えると入力が反映されずすべて消えてしまいます。また住所や口座番号などに誤りがあると所定の振込日に奨学金を受けることができなくなります。必ず、 事前に準備した下書き用紙を見ながら入力してください。また、深夜1時から朝8時までは入力ができませんのでご注意ください。入力の期限は1回目が4月18日、2回目が5月18日までです。提出する期限によって最初の入金日が変わります。次に各種書類を学校に提出していただきます。提出する前に、 提出書類確認表にチェックをつけながら、漏れがないように必ず確認してください。書類はすべて大学の学生生活窓口に提出していただきます。期限はスカラネットの入力期限と同日になります。締め切り前日や当日は混み合う場合があるので、余裕を持って提出してください。申し込み後、学校で書類を確認し、 不備があった場合のみ、電話やメールでご連絡します。申し込みに不備がない場合申し込み締め切りの翌々月の上旬には歳費が確定します採用の方も不採用の方も本人へメールで通知するほか保護者の住所まで郵送で通知をお送りします採用された月の11日には初回の奨学金が振り込まれます最初の月には一種の場合は 4月から2種の場合は、希望月分から当月までの奨学金が振り込まれ、次の月からは1ヶ月分ずつが毎月振り込まれます。入学時特別増額対応奨学金は、希望者のみ、最初の月に振り込まれます。採用された月の下旬には、各種書類を配布します。配布日時、場所についてはメールでお知らせしますので、見逃さないように注意してください。 提出が必要な書類は書類を配布した次の月の下旬ごろに提出していただきます最後に資料の5ページをご覧くださいこちらにはよくあるご質問の Q&A を掲載しています現在貸与している奨学金を別の奨学金に変更したい併用貸与したい申請は毎年必要なのか多めの金額での申し込みは可能なのか家のローンは 経済事情に考慮されるのか、書類が期限に間に合わないときはどうするのか、住民票・印鑑証明はいつ提出するのか、保証制度は変更できるのか、在学中に対応奨学金を辞退したら返還はどうなるのかを掲載しています。奨学金ガイダンスの内容は以上になります。奨学金の詳しい内容に関しては、 日本学生支援機構奨学金相談センターへ、学校への提出などに関することは、大学の教学事務室・学生生活窓口までお問い合わせください。奨学金ガイダンスの内容は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。